はい、どうも。今日は、はい、よしきくんの新しい本の話を、はい、そうですね、しましょう。これ収録時点ではまだ出来上がってなくて、うん、これゲラといって、うん、いわゆるその、まあ、最後のね、ご自宅のチェックとかをしてるんですけども、ヘントコー映画レビューという本が、うん、今日ですね、5月27日に発売になります、うん、モール出版さんから出たてっていうか、この後本屋さんに行けば買えるわけですね。はい、本当だったらここで見本があればよかったですけど、まだそこは時間的にちょっと難しかったので、はい、はい、ヘンテコ映画レビュー、ヘンテコ映画レビュー、うん、これ僕メールマガジンをやってまして、うん、高橋洋樹のクレイジーカルチャーガイドですけども、うん、これにで時々、うん、まあ不定期に連載っていうかやってる、うん、映画コーナーの一部をまとめて本にした感じなんですけども、うん、全部じゃないですね、うん、じゃあよりすぐりっていうか、よしきくんセレクトの、そうですね、僕と編集者とでいろいろ選んでなんかさ、すごいマニアックな、いや、マニアックっていうか、まあでもなんかそうですね、僕でこれなんか、うん、まあ、前書きとかにも書いたんですけど、うん、特に、うん、なんかホラーとか、うん、SF とかっていう、まあ、そういうものもいろいろ入ってるんですけども、うん、特にジャンル分けとかしてないので、うん、単に僕がなんとなくその時見ようと思ったやつだから、うん、なんかそのだからガイドブックとかとしては全く役に立たない、うん、何の役にも立たないと思うんですね。であと、うん、ただそれからそのなんか変なヘンテコ映画って書いてますけど、うん、これもまあ中で書いてるんですけど、うん、映画ってそもそも全部変ってこなもんだと思ってるんで、うん、だからそれ言ったら何でも入るじゃんっていう、うん、まあ、意味で別にそれはたまたまそうつけただけなんですけども、うん、ただそのなんだろう、こう僕本当なんかなんだろうな、ものによってはね、うん、たまにおいおいと思うこともあっても、うん、なんかこう割となんだろう、すごい低予算の映画であったりとか、すごい下手っぴな映画を、うん、なんかこんなにどうです、バカでしょう、ゲラゲラみたいなのって結構苦手なんですよ、うん、本当にね。でだからそういうんじゃなくて、さすがにそれでも擁護のしようがないんで、うん、ないものもは別の擁護の仕方を考えますけどね、はい、だけどだからこれとかもだからそのおかしな変な映画があるでしょう、どうでしょう、うん、どうです、なんだろう、どうすごくダメで変でしょう、ゲラゲラみたいな本では全くないですよ、うん、むしろそうじゃなくて、そういう映画のだからそのそういうなんだろう、へんてこな映画にはへんてこなりの魅力がある、うん、でそれはその映画独自のもんだから、うん、例えばだからこれに出てくる、まあ、これはそのジャンル映画の人はよく知ってますけども、うん、例えばこれに出てくるロボットモンスターっていう映画がありますので、はい、うん、ロボットモンスターすごい低予算の 3D 映画で、うん、今あれブルーレイで 3D で見れるんですよ、うち、うん、いいでしょ、そんな未来は知らない、ビュンビュン飛び出してくるんですよであれはあまりにも低予算で、うん、その宇宙人がね、うん、攻めてくるんですけど、宇宙人ってロボットのモンスターみたいな、ローマンっていうんですけど、うん、それを作るお金がなかったんですよね、うん、だからゴリラの着ぐるみを着た上から、うん、宇宙服のヘルメットをかぶせただけというのが出てくるっていうことで、すごいかわいいよね、そればっかりが知られてるんだけれども、うん、しかし他にもいろいろいいところがあって、うんうん、だからちゃんと見ると、うん、なんだかんだ言って全然嫌いになれないっていうか、うん、面白いなっていうことを書いてて、うん、であとそういうのまた他にもいろいろ面白いことがあって調べていくと、うん、例えばそのロボットモンスターっていうのはその主な舞台が、うん、なんか変な洞窟なんですけど、うん、洞窟っていうのはそのアメリカのグリフィス天文台のちょっと下のところにある、うんうん、あれはブロンソンキャニオンっていうところ、うん、まあ、そこ その公園の中なんですけど、うん、そこにあるブロンソンケーブっていう人工の洞窟なんですよ、うん、で僕行ったんですけど、うん、少しすごいちっちゃい洞窟 で、うん、ですごい狭くて、うん、でただ中に分岐があったりして、うん、あとこっち側と入り口側と出口側が全く景色が違うんで、うん、映画とかに超便利なんですよね、うん、でだから昔のロジャー・コーマンの映画とか、あとテレビでも例えばなんだろう、それこそ刑事物とか、うん、ツインピークスとか、うん、アメリカのテレビとか映画で、うん、なんとなく洞窟が出てくるときは大体そこで撮ってる、グリニッチ天文台のすぐ近くですね、うん、で すごくそこで撮ってるんですよ、だからこれだから昔のだからボディースナッチャーとかもそこで撮ってるし、うんうん、あと昔のテレビのバットマンの車がバーって出てくるバットケーブの入り口がそこで撮ってる、うん、そこだから、そんなこともあったりとか、そんな話もここに、ね、そんな話もちょっと載ってたりします、うん、はい、でこれもともとメルマガで書いてたやつで、だから予告とかは全部リンクで載っけてたのを、うん、今回編集の人のアイディアで、うん、全部これ
QR コードそうそうあのこうやって QR コードになって載ってるので、うん、すごいね予告編とかなんとかのシーンとかなんとかのシーンとかで、うん、だからリンク切れてなければ見れます、うん、だから出す時点ギリギリまでは確認するんですけど、うん、その後切れちゃったらまあしからずと、うん、でもね動画で探せるよねまたね探せると思いますね、そうそう、うん、でもさそれってすっごく新しいっていうかこんないいよあこれなんかこれマジッククリスチャンを僕とそのロボットモンスターが見てるっていうですね、うんうんラクエルかわいいなこれそうそうでもそうなんかねそういうこともいろいろ書いてあったりして、うん、でなんかあのそうですねでもさっきも言ったんですけど、うん、あのよくそういうのってなんかあの例えば僕はちょっと前っていうかまだやってるはずなんですけどあの、まあ、とあるところで連載で、うんあのマイケル・ベイの話とかしてて、うん、マイケル・ベイの映画とか大好きだし、うん、ちょっとあのマイケル・ベイ、うん、であのすごいマイケル・ベイって狂ってるし、うん、作家性が高くて、うん、で尋常じゃない絵を作る人なんで、うん、ものすごい注目してるんですよ、うん、であとそのなんだろう現場能力も異常に高いし、うん でスピルバーグがすごい気に入ってるんですよね、うん、マイケル・ベイはそのすごいデビューしたての頃から知り合って、まあ、それがあるからトランスフォーマーだったりとかいろいろあるんですけども、うん、ただその僕が今言いたいのはその例えばマイケル・ベインにしてもそうだし、うん、それからあとね一時のシャマランとかもそうなんですけどって言うともうすぐなんか半笑いになる人たちがいるでなんかシャマランみたいなねそうそうなんかね、うん、あはいはいみたいな、うん、なんかそのなんか全体のなんかその合意として、うん、なんかもうバカにしていい映画とか、うん、バカにしていい監督みたいな扱いになってることとかいうのに対する苛立たしさみたいなのがすごいあって、うん、だからそうだからこの本もそういう、うん、だからそのなんか半笑いでどうこうっていうわけでは全然ないですよね、うん、でなんだろうなあのなんかそのそれってだからラジーショーとか僕すごい嫌いなんですけど、うん、それとも結構話が近くてラジーショーとかも結局そのなんかみんなでダメって言ってるいいものを一緒になって、うん、あみんなでね笑っちゃおうみたいな感じでちょっと馬鹿にしようみたいなね、うん、のはなんかまあそれにこの間も話に出ましたけど、うん、だいたいショーガールにね、うん、ラジーショーでショーガールなんかすごい独占しちゃって、うんとかね、そのもうみんなが言ってるから言っていいじゃん、うん、イズムでしょ、うんまあ、その授賞式にバフォーマン来ましたけどねちゃんとねちゃんと来たんですよそう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 ちゃんとスピーチもやったんですよ、うん、あの人あのなんだっけ蝶々からさなぎに戻った気分だっつってバフォーマンだよねさすがですけどね、うん、そうそう、うん、そんなこともあるんで、うん、だからまあこれもねだからすごい変な映画とか取り上げてますけど、うん、あのどんな映画が載ってるかっていうと、まあ、どんな映画が載ってるかっていうと、うんまあ、まあ、ラオ博士で始まってるんだねそうそう、始まりはね、ラオ博士の7つの顔、うん、これジョージ・パルのすごい可愛い映画なんですけど、うん、からそのエンパイアの、うん、エンパイアっていうのは、80年代にすごい B 級のホラーとか SF とかいっぱい作ってた会社ですね、うん、の映画があったり、そこからさっきロボット大集落があったり、うん、このジェシカ超次元からの侵略っていうのは、うんこれテレビ映画で、うん、ウェス・クレーヴンが、うん、エルム街撮るちょっと前ぐらいの映画ですね80年代の頭ぐらい、まあ、これ見れば分かると思うんですけども、うん、そうでこれすごい変わった映画で、うん、なんだろうなんかね、郊外にあるなんかハイテク研究所みたいなとこあって、うん、そこの城下町っていうかそこの郊外の町はそこに住んそこの会社の人たちが働いてるのが住んでるんだけど、うん、そこになんか秘密のクラブがあって、うん、なんか温泉クラブみたいなのがあるんですけど、うん、そこのクラブに入会しないすると、うん、なんかすごくみんな豪華な暮らしができるようになる、うん、で主人公は怪しいなと思って入ってないんですけど、うん、奥さんたち入っちゃって、うん、でしかもその温泉クラブの中はなんか人間が通れないぐらいすごい高熱の扉蒸気が吹き出す扉があってみんなそのスパなのそれよくわかんないですよわかんないそこは見えないんですよでもそういう熱々温泉クラブって名前なんでスプリングみたいな名前なんでスプリングそうそう、うん、でそこに入ったら、うん、なんかあと後半でねその主人公が宇宙服を着てそこに入るんですよ、うん、ちょっといきなり話が分かんないと思いますけどもその秘密のすごい人間では耐えられない暑さのドアの向こう側に主人公が宇宙服を着て入ってドア開けたら、うん、そこは崖になってて、うん、そこの下に今自分が来たあの郊外の町がすっごい遠くの方にあるんで一体何が起きたんだって思うんですけど、うん、そんなびっくりってなかなかないじゃないですか、うん、だからあのすごい衝撃を受けて、うん、それが面白いって話を書いたりしてると、うん、あもう言っちゃったな、ね、見たいな見たいなあと聞けば聞くほどだよなそれはそうそう、うん、あとなんかこのクリーピーとか、ね、あと恐竜伝説ベイビーっていうこれはね、うん、
あのすごく可愛いプロトサウルスの親子が作り物が、あのダメだからなんかガクガク動いてちょっとあんまり可愛く思えないっていう、でも見てれば慣れますけどね、とかね。あとデモンシードって、これはあのハイテクの家のコンピューターが暴走して、うん、奥さんに自分の子供を埋めて迫る映画です ね、はい、うん、ね、ウィリアム・フィンレーたちがあのゲイト・グレアム、あ、そうそうそう、ゲイト・グレアムがその、うん、研究所からの疑似役でやってきて、うん、あ、ね、うん、あの押し潰されちゃう、押し潰されちゃう、そう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 でした、うんうん、子供が欲しいね、そうそうそう、っていうね、コンピューター、そう、これのだってあの最後に出てくる赤ちゃんの、うん、あれに出て、赤ちゃんのって言ったらバレちゃうから、あれ、あれ入ってたのが多分なんだっけな、うん、今ちょっと確かじゃないですけど、多分、うん、あのあれですね、あのテレビのアダムスファミリーのあの、うん、イットってあの、うん、毛しかない、うん、あれに入ってた人で、多分あのあれあの25世紀のバック・ロジャース の、うん、あのなんかロボット、ウィッキー、ロボットいいじゃないですか、うん、あれに入ってた人だったと思いますね。 あとさっきも話してたマジッククリスチャン、これはね、うんうん、あのさっき見てた、はい、マジックリスチャン、はい、うん、とんでもない映画ですけどね、うん、あとはね、なんかあとこのバーチャルレボリューションっていうのは、うん、これは前に僕あのタマフルじゃないな、あの歌丸のラジオでもご紹介したんですけども、うん、これはあの本当にブレードランナーが好きで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 しょうがない人が、うん、もう超そっくりに、うん、作った映画なんですよ、うん、で僕これあのたまたまなんかそのブレードランナー2049の時に、うん、この間の時だね、そうそう、なんか衛星放送見てたら急にこれ始まって、うん、ちょっとなんだこれと思って、何の予備知識もなしに、何の予備知識もなしに見て、うん、でなんか多分これクラウドファンディングとかでお金集めて作ってるんですけども、うん、とにかくブレードランナーやるっていうところだけは異常にはっきりしてて、うん、あの2049より僕は面白かったんですけど、とかね、ダウンサイズとかね、あとこの南海漂流っていうのは、これはあのスイスファミリーロビンソンですね、うん、これディズニー映画、うん、このデビューズトラップってこれもね、ひどい面白い映画ですね、密室ホテル女子学生の恐怖、うん、これも面白いですね、あの、うん、タイトルで来るね、虐殺の週末、これはね、うん、ルッチェル・デオダートという食人族の監督が撮って、うんうんうん、その頃流行ってたあの無軌道の若者が家とかに押し込んできて、うん、金持ちのところに押し込んできて、うん、みんな監禁してって、ね、そういうシリーズ、そういうのの一つで、これあのデビッド・ヘイスっていう、うん、あのあれですね、あの、ラストハウス・オン・ザ・レフトだから、なんていうんですか、あれは先決の美学、うん、先決の美学、あの人がまた、はいはい、あのああいう若者で、うん、出てるんですね。タイムトラベラーズ、あのイブ・メルキオールという、あ、はい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 、イブ・メルキオールの、まあ、時間、うん、ものでもあるんですけども、すごい異常な作品で、うん、最後多分すごいびっくりする、うん、あとキャッツ、キャッツね、キャッツね、うん、キャッツ、はい、キャッツはね、やっぱり映画館で見ないとね、映画館で見ないと、うん、キャッツね、もう本当にだからあんなっていうか、あのイアン・マッケランとジュディ・デンチがそれでも場をさらうっていうのはすごいですよね、あれね、ね、うん、そうそう、いやさ、どうしたらいいっていうシーンがさ、うん、まあ、てんこ盛りで、はい、てんこ盛りで目が離せないじゃん、目が離せないですね、うん、であとはそのこの本でも書いてるんですけど、うん、あとそのなんかすごい派手に、うん、で特撮とかもすごいのに、うん、異常に狭苦しく感じる、うん、なんか不自由な感じのそうそう映画だねとかね、うん、あとこの呪いの深海獣っていうのは、うん、これはね、変なあの面白い魚がすごい魚っぽい半魚人が出てくる映画で、足四つ足じゃなくて二本足で背中はねこう丸いんですよ、うん、だからすごい魚っぽく見えるんだけども、その背ヒレはヒレがすごいボンベになってて、ヒレがこうでそこを丸、だその中にボンベが入ってですねだからうまいこと考えたと思ってあそれは魚に見えるなるほどね、そうそうここね、そう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 、そうなんですよ、丸っとしたところに、丸っとしたところに、であとそのこれもだから出てる人あんま有名な人じゃないですけど、僕調べたらなんかあの女のヒロインの人とかはなんかねめちゃくちゃ水泳となんかダイビング上手い人らしくて、あのだから泳ぎがかっこいい、泳ぎがかっこいいとか、だからそのスタント全部本人がやってるっていうなんか喜んでいいんだかなんだかわかんないけど、いいすごいぞっていう、あとこれは最後はこのインガギっていうのは、インガギ、インガギ、ゴリラ映画、ゴリラ映画、ゴリラ映画っていうのはというジャンルはすごい息が長くて、うん、だって今だってキングコング対ゴジラとかっていうぐらい で、ねうん、で昔そのやっぱ40年代、うん、30年代から40年代、うん、あと50年代60年代もまだあるんですけど、うん、30年代40年代ぐらいだから、うん、キングコングの後とか、じゃあシュロックとかもそこに入る、シュロックとかはその、まあ、あのゴリラ映画の、うん、そのゴリラ映画のパスティッシュなんで、ね、うんうん、そうだね、なんですけど、うん、あのそうシュロックとかももちろん入りますけど、うん、だからその
すごく米なんだろう、ローレランのハーディとか、うん、そういうのはもうなんか必ずゴリラが出てくるっていうぐらいゴリラが重宝された時代っていうのがあって、うん、でそういう時はだからそのゴリラスーツ1個持ってると、うん、いろんな現場出てって、あの映画でゴリラやってこの映画でゴリラやってっていう人がいて、だからそういう人たちが例えばからなんだろう、昔あの純義ちゃんで、うん、あの 3D でやった、うん、ゴリラの復讐って映画があったんですけど、うん、あれとかもそういう人がやってたやつですけども、うん、ゴリラといえばなんだ、それはもうでそれの元祖でありキングコングにも影響を与えた映画っていうのがこのインガギっていう映画で、インガギっていうのは、インガギっていうのはなんかそのアフリカの奥地の言葉でゴリラって意味だって言うんですけど、嘘なんです。でこの映画はしかもその時にキングコングより前なんですけど、うん、そのモンド映画なんでね、でアフリカに行って、うんうん、アフリカに行った探検隊に撮影隊が同行してて、うん、撮ったフィルムだって触れ込みなんですよ、うん、でそのすごいアフリカの状況を映るんですけど、それは全部よその映画から持ってきてて、で自分たちはロサンゼルスの動物園みたいなところで撮った映像がちょっとある、うん、でだけどそれ全部本物でだっていうし、でその公開当時も本物だ偽物だで散々あって、でアメリカのエイリアンみたいなのが調査に入ったりとかして、でも全然嘘じゃんこれって、でなんかね、あのあれにね、亀にね鳥の羽みたいなのと、うん、なんかトゲトゲをつけて、うん、新種の動物を発見しましたね、やるんですよで、いいっていう、でそれですごい奥まで行ったらそのゴリラを崇拝してる種族がいて、うん、でそれがキングコングっぽいですね、そこでそこに、でそこにしかもゴリラと人間との、うん、あの間に生まれた呪われた血族がいるみたいなことをやるん、うん、でそれに出てくるゴリラを作ったこのチャールズ・モゲラさんっていう人がいて、この人のドキュメンタリー、うん、インガギは今そのずっとそれで長いことフィルムが残ってないって言われてたんですけど、うん、つい今年ですね、うん、フィルムがレストアされてブルーレイで出たんですよ、うん、僕一生見れない映画だと思ってたから、うん、すごいびっくりして、うん、でそれのゴリラ作ったこのチャールズ・モゲラさんっていう人は、うん、この人はフィリピンからの移民で、うん、すごくものすごく才能の塊で、うん、彫刻やらせてもらうし、映画やらせてもらうし、特殊メイクやらせてもらうし、だからセットデザインの彫刻から、うん、でもゴリラ そのリアルなゴリラを作るのもすごくもうプロ中のプロで、でこの人の作ったゴリラはとかその30年代とか作ったゴリラはだって中の人が口を開くと外のそのなんだろうこの骨格、うん、あのゴリラの顔の中に骨格があってそれが連動して動いて動くだけじゃなくて唇がめくれるとかね、あとそのゴリラの胸のところに水袋が仕込んであってタプタプ動くんですよ、そうそう、でだからものすごいリアルに作ってたんで、あのリック・ベイカーっていうじゃないですか、リック・ベイカーもほら毛のものを作る猿とか猿の人ですけど、あのリック・ベイカーもチャールズ・モゲラのことをものすごい尊敬してるっていう、父みたいな人なんだから、この人の後からあれですよ、あの宇宙戦争、うん、あれじゃないですか、ジョージ・パールの、うん、あれの宇宙人作ったのもこの人だし、それからあとあのニューヨークの怪人っていうのなんかその、うん、あの、うん、コロッサスオブニューヨークのロボットとか、うん、なんかいろんなそういうモンスターも作ってるんですけど、もう硬いものから柔らかいもの毛皮まで全部できる人、ね、でその人 のドキュメンタリー見たらすごかったんで感動して、うんうん、あの大体それを参考に書いたのこれ、うん、とかね、なんかそういう話とか載ってる。その、はい、ほら普通のっておかしいけども、うん、その、まあ、映画本って言われる本にはでおすすめの映画みたいな並ばないラインナップじゃん。まあ、並ばないですね。でさ、その これらの映画と、うん、その吉木くんが出会うきっかけっていうか、うん、そういうのはやっぱりなんか偶然に先にほらつけたらやってたみたいな。そうですね。普通にどこかで見たのもし、例えばそのスイスファミリーロビンソンなんかは、うん、これ昔だからテレビでやってて見て。うんうん、でそうそう、でテレビでやってて見て、うん、でてっきりスイスファミリーロビンソンだと思って覚えてたのが別の映画だったんで、うん、そのこともこの書いてあったんですけど、あ、ね、うん、あとだからなんだろう、あとその例えばあとさっきあのタイムトラベラーズは、うん、これ僕ずっと見たことなくて、うん、で一回三藤さんご存知のノーマンイングランドって言うでしょ、うん、ノーマンね、はい、うん、ノーマン地になんか遊び行ったら、うん、タイムトラベラーズ見てないのとか今すぐ見ようよって言われてノーマンに勧められたんだ、なんかみんなでピザ食いながら見たりしたし、うん、この呪いの深海獣っていうのは、うん、それこそその雑誌かな、うん、雑誌かそのホラー映画の方みたいなので、うん、その背中が丸い影獣の写真だけ見たことあって、うん、この映画なんだろうって思ったら出たから、うん、見ることができたって見たとかね、うん、そういうのが多いですね、うん、だからあと、うん、だからそうやって見たものもあれば、うん、そうじゃなくてなんか普通にその時見たものもあるし、ね、ロードショーでミラー見た映画とかもその一方であって、うんうんうん、ハイランダーとかも、ね、うん、ハイランダーとか入ってるね、うんうん、すごいね、だって今さ ページっていうかこのゲラの厚さ見てもさ、はい、ね、すごいよね、だって
くなっちゃって、うん、でもこれだって開けて2ページ分だからね。この QR コードが載ってるからその分伸びるのかもしれないし。でもさ、ね、QR コードがあるってことはさ、映画見ながら、うん、本を読みながらその動画が見られるって。そうですね、すごいことだよね。動画を見られたり、そう、うん、予告編とかそのシーンがすごいですよね。あ、これだってこう、うん、今ここで話してる映画はこういう感じのものなんだっていうのが見られる、うん、あ、なるほどってさ、うん、だから本編がその時見られなくても、うん、あの分かるじゃん、すごく。そうですね、だいたい感じがね、うん、それいいですよ ね、うん、こういう形ってなかったよね。わかんない、あるのかもしれないですよね、うん、初めて特許取っていいと思うよ、本当、うん、いやいや、うん、新しい、だからそう映画の見方でもありそう、うん、本の読み方っていうか、確かに、うん、まあ、あんまりね、でもそうだからなんか、うん、あんまりその、まあ、その別にマイナーなのだけを選んでるわけでもないし、うん、だからすごい変な、うん、であとこれね、もともとこのそのヘンテコ映画レビューっていうのはそのメルマガで始めた時は、うん、これやったら、うん、買ったけど見てないやつとかを端から見ればいいんだから、うん、そうそう、うん、どんどんそうやって消化できるなとか思ってたんですけど、うんうん、そうだけとも限らなくて、やっぱり、うんうん、だってでやっぱりそのなんだろう、家とかでも、うん、よくあると思うんですけど、ふと気がつくとファンパラ見ちゃったりするでしょ。あ、分かる分かる。だからこう買ってそのもうそれで満足しちゃったりとか、分かる分かる。そうそう、で今日何見ようかなって、やっぱロッキー、やっぱロッキーホラーみたいな、そうそう、分かる。そうそう、うん、そうなんだよ。なんか持ってると安心しちゃったりとかさ、うん、あ、この次とかって言って、うん、そう、見てない映画ってあるよ、たくさん。そうなんですよ、うん、だからそういうのを見たりしたいなと思って始めたんですけど、そういうことに今なってないですけどね、うん、いや、まだまだこれからですな、じゃあ、うん、そうそう、のさ、ヘンテコってさ、はい、タイトルがいいよね。 ありがとうございます、うん、なんかね、うん、バカ映画とか言うとね、ちょっと悪意が出ちゃうし、うんうん、まあ、変とか言ってもね、そう、変とさ、ヘンテコ全然違って、ヘンテコって言うとさ、なんかこう可愛らしいっていうか、うん、愛がある感じが、まあ、愛がありますね、うんうん、僕もだからバカ映画って書くときは、僕が必ず原稿のときは、うん、バカ映画かっこ褒め言葉って絶対言うようにしてるんですけど、うん、そうしないと誤解されるから。ただこのヘンテコっていうのは、だからその僕はこれこそ、それこそこの前書きに書いてあるんですけども、うん、超ヘンテコだと思ってて、うん、映画とかって、うんうん、で、まあ、どんな映画も、どんな映画も、うん、だってまずほら、止まってる映画ね、うん、連続して見ると動いて見えるっていうのが超変でしょ、うんうん、だし、そこからほら、映画に出てくる人って知らない人じゃないですか、うんうん、知らない人のことに一喜一憂してるのもすごい変だと思うしね泣いたりね。そうそう、そうだよね。あと、それからなんか、まあ、これはだからその自分で、まあ、それ学習の結果とはいえ、うん、その急にでかいも、急に物が大きく映ったりちっちゃく映ったりね、うんうん、するのが、うん、してあっちから撮ってるこっちから撮ってるもんが、うん、なんかランダムに映すわけでしょ、うんうん、それ見てるとなんとなくな、あ、全体として自分の頭の中にその情景ができるっていうのは、うん、すっごい変じゃないですか、不思議だよね。そうだよね。そうそう、だからそのすごい、すごいそのなんていうの、うん、立ち返った話をすれば、うん、そういうことが変、ヘンテコで面白いなって思ってるし、うん、それからあと、まあ、そのだからやっぱりあと、そのどの映画もね、どっかすごい変だと思うんですよ、うん、なんでかっていうと、それは表現物だから、うん、だからその誰かの視点なり、うん、からその人がその時に考えたこととか、うん、あとその人がその時考えたけどもできなかったこととか、うん、あと予算がないからこうなってしまったとか、いろんな事情があって、うん、なんかその現実を映し取ったものでは全然ないから、うん、だからその意味でどんな映画も超ヘンテコだし、うん、面白いなと思ってるんですよね、うん、でやっぱりそれから例えばね、さっきそのローマンってこのロボットモンスターの話が出たと思うんですけど、うん、そのロボットモンスターとかもね、だからそのゴリラのスーツに、うん、宇宙服のヘルメットっていうだけのその安っぽさ、うん、安っぽいっていうか、あまりにもいくらなんでも宇宙人で言い張るにはもう無理があるっていうことで、だからそのやっぱり話題になるっていうか、うん、そういうことで知られてる映画なんですけども、うん、これだってね、すごい、だって例えばそのガレージキットとか、今までね、どれだけそのみんながそれを好きになって、商品、なんか絵に描いたり、その造形したりとかって、ここまで残るのは、じゃあこれよりずっとよくできてるやつだって、そんなに全然残ってないのいくらでもあるわけですよ。だから逆にそっちのその変で、なんていうの、その時できることをやって、誰が見ても、いくらなんでもちょっと、いくらなんでも無理があるんじゃないですかっていうものの方が逆に愛されたりっていうことがあったりするのもすごい面白いと思うんですよね、うんうん、
これあのハロウィンの仮装でやろうと思ってるんですよ。ゴリラの着ぐるみ買って、そうそう、上だけ使うって。これそれは誰もいないと思う。いない、いや、いないかな。でも、ね、結構いるんですよね。ハロウィンちょっと前に、あのクリプショーの、それこそクリプショーのスティーブン・キング、うん、あのこう、ね、草が草がいっぱいついちゃって緑になっちゃったのがいいかなと思って調べたらめっちゃいて、うん、いるのかみたいな、あのからね、同じことを考えてるのかって。ハロウィンね、結構ね、あの調べるとね、うん、意外とものすごいニッチなこととかね、うんうん、やってる人いるんで、あの一応調べてから、ね、うん、いや今年のほら、はい、そのハロウィンの頃にはさ、うん、だから吉木くんこれでこれで出演、そうそう、あ、これ、あ、これで出演ね、うん、あ、いいですよ、いいですか、ほら約束、うん、ローマンでね、うんうん、来たら、うん、良さそうだな。で、ま、あのメッタの前のところのガラスのところは取っちゃえばいいんだから、うん、ね、うん、かわいい、真面目に考えよう、似合そうだな。そう、今だって、うん、まあね、僕結構ハロウィンとかは、うん、あの塗る系が好きだから、うん、なんだろう、あのあんまり表情が分かんなくなっちゃうのが嫌なんですよ、うん、だからほら顔が分かる、そうそう、ラバーマスクとかにしちゃうと顔分かんないから、うん、あんま面白くないから、うん、じゃあヘルメットここ抜いて、ヘルメットだったらここ抜いちゃって、でなんかこれ本当あのちょっと骸骨っぽい顔なんですよね、うん、だからあんま見映んないんですけど、映画だと、あのポスターとかだとそう書いてある、うん、でだからなんかちょっと骸骨っぽく塗って出してりゃいいわけだから、うん、ああそれや、でもこれ言ったことでみんな真似しないでください要注意です、取られちゃったりして、うん、そうそう、そんな感じの本ですね、うん、で今日発売、今日発売です、うん、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします、ぜひぜひ、じゃあこの後本屋さんへ、ありがとうございます、はい。